早速ですがまずはオールスターゲームの記者会見ということで岡田監督、はいえー、オールスターゲームの魅力、どんなところにあるでしょうかそうかそですね、あのー、昨年、よくは久しぶりに、えーまあ、コーチとして、えー、セ・リーグのベンチに入ってたんですけど選手もすごく若くなって、えー、本当、魅力のある選手ばっかりなんですけどやっぱり、ね、あの日頃、ね、あんまりまあ、交流戦ありますけど ね、なかなかえバ、ー、リーグのね。その本当先発組っていうかね。すごい選手と対する子ないんで。まあ、これはね。あのー、ファンの人にもね。本当なんていうか、力と力の勝負というかね。そういう姿をね。こう思う存分ね。おお力発揮してあのー、見せてほしいと、はい、そう思いますね。はい、ありがとうございます。中島監督いかがでしょうか？ はい、あのーまあ、あの力対力、技対技ですね、各、えー、選手それぞれの、えー、スピードのある選手もいますし、えー、そのすべてをそのゲームで出してくれると思いますので、えー、オールスターの魅力はそれかなとと思いいまますすあ、はい、ありがとうございますさあそして岡田監督、岡田監督は今年2006年以来、18年ぶりにオールスターでセ・リーグの指揮を執るということになるんですが、はいはい、その点に関してはいかがでしょうか。 うーん、まあね、前回のことはもうほとんど覚えていないんですけどね、本、ま、当、あ、あのさっきも言いましたけど、本、ね、当、選手も若くなって、ねまあ、僕はあの元気というか、ね、オールスターに出てる時は、ね、やっぱりもは大先輩ばっかりで、ね、あのベンチも、ね、隅の方に座っていたような、ね、最初はそういう、ね、イメージがあったんですけど、今は本当、 まあこれは WBC とかね、いろんなんで、セ・パの交流の機会がね、今は、セ・パの選手がすごく多くなってるんで、なんかね、なんかこう、和気あいあいというか、勝負の中でもやっぱりそういうね、選手同士のねこのふりあいというか、そういうのはすごく感じられる、去年はね、特にそう思いましたねはい岡田監督が現役の時も考えられないような雰囲気ですか そういう意味では、あ、全然考えられないですね。<laughs> だからまああのー、まあ、時代とかもあるし、ね、本当に何かのびのびとね、本当なんか自分の力をねすごく発揮できるようなね、そういう舞台になってると思いますね。ありがとうございます。中島監督は3年連続3回目ということで、えー、今年も指揮を取られますがいかがでしょうか。はい、あのー、それはもう選手のおかげですので、えー、ありがたいですし。 えー、先ほど言ったように、その最高の試合をですね最高の特等席で見せてもらいますので、えー、今年もしっかり楽しみたいと思います3年連続3回目という部分では、ちょっとこう慣れてきたといいますか、いかがでしょう、そういう意味では、最初にやられたときと比べて。いや,いやの、あのー、慣れることはないですね、はい、ちなみに中島監督、この2年、対戦成績。はい ご存知でいいらっしゃいますかご認識されてますかなんか勝ってるイメージが、はい、4戦4勝2戦2戦やって4連勝中です岡田監督、はい、前回やられた時成績覚えていらっしゃいますかいやいや覚えてないですね岡田監督も2戦2勝なんです <laughs> あそうですかですからこの両監督はオールスターでまだ負けていません岡田監督いかがでしょういや ずっとなんか最近はセリークが負けてるイメージがすごくあるのでまあ今年はなんとかねしないといけないなという気持ちはね心の中にありますけどね、はい、中島監督でかいですか、えー、そうですねでは勝ちたいと思いますわかりました六連勝ということですね引き分けも大丈夫ですはい。<laughs> 負けなければいいというわかりました,りましたありがとうございます、えー、続いて今年の開催 球場なんですがエスコンフィールド北海道として名人軍野球場ということでこの球場の印象については岡田監督いかかがでしょうエス、あのー、コンは去年交流戦であの行かせてもらったんですけど、まあ、このすごい、まあ、魅力のある球場というかちょっとね、あのー、いろんな施設とか,、ね、なんかサウナとかもあったりホテルもあったり、ね、すごい施設なんでちょっとびっくりしたんですけど、まああのーねまあ、北海道ってあんまり、ね、そんな。あのー 全部売ってかオールスターそのいうかのあの、ね、今までもあの多分少ないと思うんですけどね、まあ、北海道のファンの人にね本当に素晴らしいゲームをねあの見せたいと思います、はい、神宮に関してはいかがですかよく使われると思いますが神宮はそうですねなんか一番新しい球場と一番古い球場みたいなねなんかそういう雰囲気がねすごくあるんですけど、まあ、神宮はあのセ・リーグの本拠地なんでなんとかね そこでは一瞬向かい、向いですね、やっぱりね、わ、はい、かりました、ありがとうございます。二戦目が神宮ということになります。さあ、中島監督いかがでしょうか。はい、球場の印象。のあのー、エス、はい、コンの場合はですね、あのー、本当に。シーズン中から使わせていただいてますけれども、本当に素晴らしい球場で、えー、気持ちよく。野球できる球場だと思っています。神宮はいかがですか。そうですね、まあ、そこまで試合はやってないんですけれども、なんかすごく打たれてるイメージが。 あるのでなんか嫌ですね、はい、<laughs> あんまいいイメージないとそんなにないですねそうですか。わ、はい、かりましたありがとうございますさあということで先ほど両監督からも真っ向勝負期待してほしいというコメントをいただきましたがやはりオールスターということで夢のプレイ、夢の対決が行われます今回ですね5月13日時点なんですが、えー、個人成績トップ5の選手のパネル用意いたしましたご覧ください はいこのパネルを見てですねいろいろお話も伺っていきたいと思いますがまずは岡田監督、はい、現在セ・リーグという点ではタイガース1位今、首位ですけども、はい、え今、その選手をもご覧になってですねセ・リーグの、まあ、現時点でこう注目している選手いたら教えていいいいたただきたいと思いますいやあのー、昨年ね、ね、あのーまあ、その前の年ですけどやっぱ村上選手が、ね、ヤクルトの。 ホームラン、ね、量産したんですが、まあ、去年、あんまりあの、ねまあ、この一戦ではあんまり調子よくなくて去年、選ばれなかったんですけど今年は調子いいみたいなんで、まあね、2戦目が神宮というのもあるしぜひ、ね、そこでこう、ね、160キロのストレートを、ね、ストレート対決でなんとか神宮で、ね、一発ホームランを打ってほしいですね。やっぱり とということは今、のこのパネルだと村上選手は8本になってますが今、9本打って単独1位になってますが岡田監督、じゃあ2戦目の4番はセ・リーグの4番はまだメンバー発表してないんで <laughs> そうですね、確かにメンバーもまだ選ばれてないですからねまあまあ当然、メンバーに入ってくると思うんでそは当然、ねあの入ると当然4番でいきたいと思いますけどピッチャー陣ではいかがですか、岡田監督。 ピッチャーは、ね、僕はあの結構最近ある程度、ね、あの出てる選手多いと思うんですけど僕は、まあ、あの菅野投手に、ね、ちょっと復活の意味も含めて、ねまあ、今年、まあ、今ちょっとなんか故障があったかも分からないですけど今年は調子みたいなんで、まあ元々のでもともとのセ・リーグではナンバーワンの、ね、ピッチャーとしてやってましたから。 まあ、ぜひね、あのー、菅野投手、選びたいなとは思ってるんですけどね。そうですかご自身のチームからはいかがでしょう、昨年は、ね、10名、ファン投票で選ばれましたけどどう,なんどうなるんですかね、ちょっと <laughs>、まあ、個人的にはあんまりね、本当、ね、数字のいい、ね、選手いないんですけどね。まあ ちょっとファン投票を見てから考えたいと思いますね、そこはね。中島監督、ちょっとセ・リーグで、まずはちょっとセ・リーグから伺いたいと思いますが、セ・リーグで注目している選手いらっしゃいましたら、教えてくださいそうですねあの、細川選手ですかね、打撃<お>部門で、名前がしっかり上の方にありますので、うんえー、注目したいと思い,思いますけど。ピッチャー陣では えっとですね、ピッチャー、やっぱり村上選手ですかね、あのー、4シリーズでも対戦しましたけれども、うん、やっぱり素晴らしいピッチャーでしたので、はい、なるほど、と岡田監督、村上投手の名前、上がりましちょっと勝ち星が、ね、あんまりちょっと上がってないんですけど、まあね、あの防御率とかね、そういろんな意味では、まあ、選んでもいいかなっていう、ね、気はありますけどね。はい 中島監督、はい、じゃあ逆にパ・リーグ、はいえー、ぜひ注目選手、じゃあ、バッターから伺いましょうかそうですね、あのー、やはりソフトバンクの3人ですかね。柳田選手は3部門で全部上位ですもんね、今ねですピッチャーはですね、えー、いいですよ、<laughs> いいですよというか。 今のところなんでこれからどんどんこう数字が伸びてくると思うんですけれども、えーまあ、西武の竹内選手も本当にいいピッチャーですし、はい、まあもちろんの佐々木朗希選手も、はいいいと思いますし、はい、ご自身のチームから一人、新外国人ピッチャーもいい位置にいますけども <laughs> SP のザ投手しかいないと思いますね、はい、すいません。<laughs> ピッチャー陣で今、ね、お名前が挙がた武内投手もドラフト1で若いピッチャーもね、こうやって今、どんどん先ほど岡田監督おっしゃったように、選手が若返ってきているなという印象はあるんですが、では岡田監督、対戦するパ・リーグの注目選手、はい、現時点であなんか、やっぱりソフトバンクの選手がね、すごくねこう上にいてるんで、ね、やっぱりあのホームランというかね、ねそういう選手ね、遠くに飛ばす。 力のある選手が多いと思うんですけど、まあ、その辺が注目ですね、う、ま、ち、あのセ・リーグのピッチャーは、ね、どういうふうに向かっていくかです、ねはい、まあ,あと、そういう意味でいうと岡田監督あの遠くに飛ばすバッター今、パネルに名前ないですが5年ぶりに日本球界に帰ってきた方もいらっしゃいますけども筒香です。<laughs> あ筒子どう <laughs> あー この間ホームラン打ってありましたからね。えー、まあどうなんでし、ょうちょっとまだね、まあ帰ってきたばっかりなんで、今ちょっと返事はちょっとできないですけどね。わかりました。すみません、ぶつつな質問で。はい、ということでじゃあ両チームの注目選手、えー、伺いました。どうでしょう、ここにいない選手で何かこう注目している選手、岡田監督いらっしゃいますか。乗っていない、セパ両方どちらでも構わないんですが。いや、どうですかね。あのー、セントラルの方は。 大物氏というか今年はなんていうはバランス取れたというか走攻守ねそういうなんか、ね、足も速い守備もいいっていうか、ね、ヒットメーカーというかそういう選手が、ね、すごくタイプ的には多いと思うんですけどねだから、まあね、あのホームラン打てる、ね、の選手もいてるんですけど僕は去年あのさっき名前言いましたけど細川選手ね去年ブレイクして まあ、今日のオールスター初めてだってもうちょっと振りばってみたんですけどねこれはすごいなと思いましたね細川選手は。まあ今年もねそのとおりの成績残してるんでね、まああのー、去年から僕も初めて参加したその現役ドラフトと,とかでねやっぱり環境が変わってやっぱりここまでねもう今4番バッターですから、うん、これはすごくねこういい,いい意味で、ね、活性化あったんじゃないかなと思ってます。うんはい まあ、大竹投手も、ね、そうですもんね、競技ドラフトで、ね、活躍されましたけれども、はい、中島監督はいかがでしょう、ここに乗っていない選手でこう注目している選手などがいらっしゃればそうですね、あのーまあま、名前は載ってるんですけれども、万波選手とか、あのー、オールスターとかそういう舞台では、すごくこう華やかな選手かなと思います初戦、<S, まあ、S コンですもんね、そういう意味では。そうですね、はい、しかも昨年、2戦目で MVP 取ってますかじゃあ今年、ことしもパ・リーグ、勝利のためには。 現時,はい、現時点ではい、現時点ではい、真鍋選手注目ということで、わかりました。ありがとうございます、えー。ではですね、続いて、質疑応答の時間とさせていただきます。まずは代表して、テレビ朝日から広野様、お願いいたします。よろしくお願いいたします。まず、あの、今回のオールスター。監督ご自身、どういったところに、楽しみにしていますか。まず、岡田監督お願いします。そうですね。まあ、楽しみというのは、もう本当、力と力のね。こうぶつかり合いなんですけど。まあ。 どっちかというとその、ね、パ・リーグの、ね、160キロ近いストレートを、ね、セ・リーグのバッターが、ね、どのように弾いてくれるかというか、まあ、その辺が一番の、ね、楽しみですね。あのセ・リーグからはちょっとカースピッチャーの方が多いですね、セ・リーグはね。だからパ・リーグの方がやっぱり、ね、そういう速いボールでくるんで、まあ、その辺は、ね、さっき名前挙げた選手とかが、ね、なんとかこう力と力の勝負でね 弾き返してほしいですね。はい、ありがとうございます。中島監督お願いします。はい、あのー、そういうマッチアップを本当に僕も見たいと思いますので、えー、そういうできる限りの協力をしたいと思います。はい。そしてあのー、野球ファンに向けてぜひオールスターこういうところを見ながら楽しんでほしいとあげるとすれば、岡田監督いかがですか。 野球そうですね、野球ファン、今回、ね、北海道で、ね、やるので、まあ、すごく、ね、北海道のファンの人はあの楽しみにしていると思うんですけどね、まあ、そういう意味で、ねまあ、北海道と、えー、東京ですか、ああまあ、とにかくまあ、ね、そのセ・パのファンの人が、ね、この自分たちのチームの代表として、ね、あのオールスター出るわけですからね、本当に。まあ ね、力と力というか、ね、そういう姿をね、まあ、シーズン中にはちょっと見れないようなね。うん、そういう姿をね、選手にはね、思う存分出してほしいと思いますね。ありがとうございます。中島監督、お願いします。はい、あのー、本当に今、現時点での、成績ですので、これから二ヶ月ほどありますし。これからの成績上がってきた選手が、まだまだいると思いますので。 新しい選手もまだまだ出てくると思いますのでそういう選手がオールスターですごい野球を見せてくれるということを期待してほしいと思います。